では今日も陰キャプロテイン行ってみましょうか。今日はですね、栄養ギュッと1食分と書いてますね、バランスオンミニケーキ、チーズケーキ味ですね。栄養調理食品、10種類のビタミン、カルシウム、マグネシウム、鉄が栄養素等表示基準値の3分の1含まれますということでございます。意味がよくわかりません、はい、わかんないんですけども、まあちょっとね、美味しいのかな、食べてみようかと思います。ちょっとね、カロリーが気になるんですよね、いつも。エネルギーが100キロカロリー、これで100キロカロリーなんで、これを4つ食べるとカレーパンと一緒ですね。まあ、でもこれ1個食べればもうなんかお腹膨れそうですね。ちょっといただきます。袋がね、開けにくい。これは買ったナイフの出番、あの手じゃね、袋が開かないかもしれないです。あ、こんな感じでね、美味しそうですね、見るからに。うん、しっとり、パリッとやつではないです、しっとり、うん、やっぱ美味しいですね。食べ過ぎないように気をつけないといけないかな、うん、栄養ギュッと1食分、うん、何がいいんだろう。これは3分の1日分の栄養素がギュッと詰まったミニケーキということなんで、朝食、昼食、夕食ってあるとしたらね、あの朝食にこれ1個食べて終わりっていう感じがいいんじゃないですかね。あとプロテイン1杯飲むみたいな、そんな食べ方をおすすめします。こちら